皆さんこんにちは、葵菜々美です。今回やっていくのは初めてやるかもしれないんですけど、一冊の本だけに対して一回の書評をするという動画になっております。それだけ私の今までの読書人生を覆されたっていうか、もう今までの読書とは何だったのかとか思い出さされる本だったので紹介したいと思いました。それがこちらです。世界で一番透き通った物語、杉井光さんの作品です。読書好きな方ならば一回は多分目にしたことがあるんじゃないでしょうか。この短期間でツイッターとかインスタグラムとかでやっぱり話題沸騰ですね。本当にネタバレ厳禁の小説で、これをね書評するってすごく難しいんですけども、まあネタバレなしでなんとか紹介していきたいと思いますので、ぜひ見ていってください。まずあらすじを簡単に紹介しますと、まあ大御所ミステリー作家の宮内祥吾さんという先生がいらっしゃいますね。でそのいらっしゃる先生があることで、まあ、亡くなってしまいます。でその亡くなった先生には、まあ、妻奥様がいらっしゃるんですが、まあ、彼は女癖が悪いっていうことで、まあ、有名だったっていうこともあって、そのうちの女性の人として生まれたのがこの主人公だったんですが、小説家の方が最後の遺作として残した世界で一番透き通った物語という作品を、タイトルだけを先生の本当の息子さんがこの主人公にお話を持ちかけてきます。なんだかんだ気になって彼は調べてみるんですね。原稿がどこにあるかとか、お付き合いしていた女性に会ったり編集者さんに会ったり、いろいろな方と会っていくうちに彼は最終的にとある真実に出会います。でその時にあなたは本当のこのタイトルの意味を知ることになりますっていうお話です。こちらはね、読んだ時に本当にタイトル通り物語は本当に透き通ってるんですよ。一番透き通ってます。でよくツイッターやインスタグラムで言われていたのが、これは電子書籍では再現不可能だということです。まあもちろんいろいろな技術を駆使すれば多分できなくはないんですけども、これを紙でやるからこそ素敵な作品だなと思いました。結構いろ他の作品では1枚のページをめくってそこに描かれているものがあるっていう、あのどんでん返しというか、そういうトリック仕掛けをするのは紙だからこそ味わえるっていう方もいらっしゃいますし、私も以前まではそのタイプだったんですが、それを上回るくらいのすごい表現力でした。最後の最後のある鍵括弧があるんですが、そこを見た時にあなたはきっと鳥肌が立つかもしれません。私はもう飛び跳ねました妹がいるんですけど、妹にうるさいって言われましたね。それくらいに感動というか驚きが隠せなくて、そこに気づいた方ならば、もしかしたら最後まで読んだ時に全部のページをパラ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 めくりたくなるような衝動に駆られるっていう作品でもあると思います。そこに気づけた方も大半だと思います。気づけなかった方はぜひ一回本棚に戻ってこの辺本を手に取って、どこだろう、どういうことだろうっていうことを知ってみてください。再読してみるとまた違った発見ができそうで、いつかね実感を見つけて私は再読したいなと思っているんですが、地下系本っていうんですかね、あの本を開いたらわーって飛び出てくるような、本当にああいう感覚に子供の頃味わった、ああいう感覚を大人になっても味合わせてくれる作品だったので、本当にね面白かったです。なんか皆さんが大絶賛する理由が私もよく分かりました。こういう本が今までなかったっていうのが不思議で、これを生み出した杉井さんのこの才能も素晴らしいなと思って、これはね本当にいろいろな方にこの衝撃を知ってほしいなと思った作品なので、今回は紹介させていただきました。でこれを読んだ時に、こちらの中に京極夏彦さんの作品も出てくるんですが、彼の作品も同時に読みたくなるようなことでもあったので、ぜひ手に取ってみてください。京極夏彦さんはね分厚いで有名なのでなかなか勇気いるんですが、私も一回小さい頃読もうとして挫折してしまった記憶があるので、またねいつか手に取ってみたいなと思いました。こちら本当にネタバレなしで読んでいただきたいんで、結構ネタバレギリギリなラインを攻めてます。書店さんのポップとかも参考にして、ここまでだったらギリバラせるんだなみたいなのが分かったので、今回はギリギリのラインで
攻めてみました。なので今の紹介、私の紹介で気になった方少ないかもしれないんですけど、ぜひ、ね、読んでいただきたいので、ぜひぜひ手に取ってみてください。まあ、今回は一冊だけの書評なので、ちょっと動画は短いんですが、それくらいを手に取っていただきたいなと思ったので、ぜひぜひ手に取って読んでみてください。あと400人チャンネル登録者数400人超え、ありがとうございます。すごく励みになります。これからもたくさんの本を紹介してまいりたいと思いますので、これからも動画を見ていただけると嬉しいです。それではまたどこかの世界線でお会いしましょう。バイバーイ。